岡山理科大学推薦入試過去問数学を解く。資格の一番からやってみたいと思います。えー、岡山理科大学の資格一番の問題は全学部共通問題です。えー、ごく簡単な、えー、x と y に関する数と式を解くだけの問題なので、過去一番、過去二番、まずはさらっとやってみたいと思います。 えー、この回答用紙および問題の用紙は、えー、実際の岡山理科大学さんが昨年の入試で使ったものを、えー、ダウンロードしてこのように表示しておりますでは括弧の1番拡大してみましょうえー、と x=√6+√5 分の 5y=√6√5 イコール分の5とするこの時に括弧の1番 x+y たすはいくつかという問題なのでそのまま x と y に数を代入しています このようにこのように代入したら通分をしましょう。通分の作業にびっくりしないことですね。演算量が多く見えますが、相対したことはありません。分母の両方をかけて、それからはこの塊と号の掛け算をして。この塊と号の掛け算をしてっていうたすき掛けのような要領で演算を組めばいいです。それが次の行に書いてあるこれになります。 分母は分母分子は分子で展開をしてみましょうそうするとルート6るルート6から整数の6ルート5くルート5から整数の5が出てきますね分子はこのまま整数の5を分配法則していきますそうすると分子がこのように分解できると思います分母は6く5で1になります分子の方はよく見てみると同じ数がプラスマイナスでいますからルート5 の方は消えます。ルート6の方は残りますね。はい。したがって数を整えて書いてみれば、2つルート6を足し、ア答え10ルート6というふうに回答を出せば OK です。括弧2番に行きましょう。えー、同じく x かける y を考えます。まずは x のところにルート6足すルート5分の5、y のところにルート6引くルート5分の5を代入します。 それぞれの掛け算なので分母かける分母、分子かける分子の形になりますね。先ほど使った演算はぜひ左側からパクって使ってくれるといいです。ここをいちいちまた展開して展開してという風にやるよりは、この計算結果は一になったねっていうメモ程度を書いた方が早いと思います。分子は五かける五で二十五ですから答え二十五と出せば ＯＫ ですね。では三番に行きましょう。 三乗足す三乗の基本対称式変換に行きますが、これについては二通りやり方があります。えー、っと、どちらの変形もできるようにしておきましょう。書き出してみます。はい、覚えているでしょうか。上の方が、いわゆる三乗足す三乗の因数分解の公式。覚えてますよね。下の方が、 x たす y 全体の3乗の展開式をまとめ直して出てくる覚えてますよねという形です。x 3乗たす y 3乗イコール x たすえごめんなさい x たす y 括閉じる三乗 -3 倍の xy かける x たす y の塊というのがあります。でどちらを使ってもいいんですが今回は材料がすでに出ているので。 ここへ数値を代入するだけで済むなと思ってこちら側のパターンを利用することにしましょうはい x+y は括弧1番から10ルート6と出てますし x る y は25というふうに出てますねえー、で最後の x+y も10ルート6というふうに数が出てますから落ち着いて計算をしましょうえっ、ー、と10ルート6の3乗は 1000と6とルート6の掛け算になりごめんなさいね 3×25 は −75 でいいと思いますこれ ×10 ルート6をすることになりますねはいしたがってルート6だけを残して前の整数を係数のように扱って計算をしてみましょう結果5250ル、えート6という形が出てくると思います値がちょっとね、えー、びっくりするような数かもしれませんがキチャート青チャートの数学1 に乗っている、えー、と対称式基本対称式を使った演算のあたりを計算で練習できれば、えー、十分に解ける問題だと考えますでは次の題文をやってみましょう